時刻は夜7時を回りました。つかちゃんのアニソンマーティンのお時間です。さあさあさあ、はいはいはい、今日もやってまいりましたアニソンマーティンでございます。先週ちょっとねいろいろ諸事情がございまして、はい、お休みさせていただきましたけども、はい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 ね、今週はですねお届けするアニメのテーマを最初にあの番組のね概要みたいなもんか説明してからやりましょうかね。お願いします。はい、この番組はですね私アニメ好きの如月司がですね大好きなアニソンやアニメをご紹介していくという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスやユーストリームを使用して映像と音声を配信しています。そちらの方でもお楽しみください。そしてアニソンが聞けない、ツイキャスやユーストでアニソンが聞けないと思っているそこのあなた、なんと FM ギノワンではサイマル放送も行っております。FM ギノワンのホームページから簡単に聞くことができます。こちらの方でもお楽しみください。ということで今日はですね私と、はい、エコザイルと、山崎ですでお届けいたします。はい、はい、いや今日はですね、うん、アニメとしては初めて放送されたのは私が生まれる前に放送されたアニメとしては。そうなの？そうなんですか？そうなんですよ。私が生まれる前に放送されました。はい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 。じゃああの名作だね。日本中の男があの男に憧れた。はいはいはい。あの頃アニメを見てた少年たちはみんなあの男のようになりたいと思ったでしょう。ね。はい。いや、ねって言われても。あら、エゴさんはなりたかったですよ、あんな男に。別の面は除いてな。僕はあの別の面も入れて全てあの男になりたかった。あっちは半分入ってるかな。なるほど。ザッキーはどんな感じ？いやー、まあ、ワイルドさはちょっと欲しい。ワイルドさだけ欲しいですね。なるほどなるほどね。いやー、あの男になりたかったですよ。はいはいはい、はい、新宿を舞台にしたあるアニメのお話を今日はしていきたいと思います。ね、それではわかるんじゃない？大体いや、わからないかもしれない。もしかしたらゲームの新女神転生3かもしれない。あ、うん、新女神転生3も東京が死んで僕が生まれたっていうね、あのキャッチフレーズがあるぐらいですから。はいはいはい、はい、で新宿を舞台にしたアニメや漫画って結構あるんですよね。あ、はい、はっちゃとほみさん早速正解言わんといて。引っ張る。もうちょっと引っ張る。もうちょっと引っ張ろうかなと思ってたんだけど、せっかく正解言われたからどないでしょうか、ね。じゃあ最初はですねオープニングテーマ曲からいこうかな。はい、はい、それではお聴きください。オープニングテーマ曲、このアニメのオープニングテーマ曲、愛よ消えないでです。分かるでしょ、これ分かるやろ、これで分からんか、うん、すぐ出た。愛よ消えないでどう、八丁美さん正解。コーヒーで攻めてきたか。サイズも好きよって何のサイズよって。映画はいらんね。これは韓国ドラマだな。うん、やっぱアニメの方がいいね。シティハンターはね、実写よりね。い
そうなんですよね。さあ、そういえばなんですけど、そういえば、うん、フリモンラジオにもウミポーズいませんでした？あ、いるよ。ウミポーズ一人いますよね、フリモンラジオ。ウミポーズね。ウミポーズよりトドに近いのかな。あれはトドと言った方がいいのかな。ウミポーズ。ウミポーズより立ち悪いぜ、トドだから。大体の攻撃機関からね。筋肉じゃなくて、あれは分厚い脂肪で守られてるから。ああ、なるほど。はいはい、そう、締めでの人気高かったけどな、思ったより、うん、高いと思うけどな。単行本は確かに売り上げはすごい。すごかった。まあ、ワンピースと一緒。あれ読んでます？エンジェルハート。エンジェルハート？うん。あるんだな。読んでる。これに入ってたんだな。これに入ってたんだな。ライン漫画に入ってて、今でもあってんのかな。これエンジェルハート。あ、ファーストシーズンか。僕セカンドシーズンまで今全部読んでますよ。うん、だからこれ無料で読めるから。ああ、俺全部買ってる。無料で読めるから。これを使ってますだ。なるほどなるほど。いいでしょ。いいね。無料で読める漫画がもう家で置いて出てくるんだのに、これ探っときゃ。確かに小比類巻だったね、歌ってたのは。冴羽りょうの声を演じた赤宮明さんなんだ。うん、だけどあの声出せないんだ。筋肉マンとかケンシロウとかね、うん、すごいよ。なんであんなに使い分けられるのかなと思うから、微妙にキャリアによって本当に変えるからね。そうなんですよ。誰がこれ浮き変えたのかな。自分です。めちゃくちゃ 変なところで細かいな。なるほど、浮き本当か細かいね。当たった確かに。あ、いきます。時刻は夜7時7分を回りました。スカちゃんのアニソンマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあ、お届けした曲は、はいはい、シーハンター愛よ消えないです。いやー、はい、いい曲ですな、ね、はい、いいね。今日のねテーマは、うん、曲にも分かる通りシティハンターでございます。はい、はい、待ってました。すべての男が憧れた、ね、キャラクター、サイバリョウ、うんうん、いいですよね。ハッチャットホーミーさんからですね、いいね、シティハンターのおかげでもっこりが市民権を叩きます、ね、確かにその通りでございます。だね、はい、
いや、うん、でさてシティハンターを見たことがないというそこのあなた、ないの？ないの？申し訳ございません。ジャッキーない。はい、あらまあ、あのキャラクター見た時あるんですよ、そのパチンコとかで。ああ、はいはい、パチンコね、 CM で見たんですけど、はい、あれですよね、はいはいはい、CR シティハンター XYZ 合言葉ってやつですね、多分そう、はい、そっちはダメだな自分は、意外、はい、に出るのよ。でまあそれは置いといて、はいはい、でそこのあなたのために、はい、シティハンターのまず概要をねちょっと説明したいと思います。ざっくりと説明しましょうかね、はい、はい、サイバーリョウという男の人が問題を解決していくというアニメになっております。ざっくりだな。ちょっともうちょっと掘ろうか、もうちょっと掘りましょうか、掘ろうか。はい、これはですね、あの新宿を1980年代か90年代の新宿を舞台にしてまして、80年代後半をの新宿を舞台にしております。新宿で殺し、ボディーガード、探偵をとか何でもやみたいな感じで行っているスイーパーのシティハンターの活躍を描くハードボイルドコメディ漫画です、原作はですね、うん、はい、でそこで出てくるこのシティハンターと呼ばれているのがサイバーリョウのことでございます、主人公の。でこのサイバーリョウが、依頼人からの依頼を受けて、はい、で XYZ ってさっき言いましたけども、新宿駅、昔は伝言板っていうのがあったんですよ、携帯電話が普及した今ではもうなくなりましたけども、あの新宿駅の伝言板に XYZ と連絡先を書けば、シティハンターが依頼を聞きに来てくれて、依頼をでその依頼が美女だった場合はもう 100% 受けます、うん、なるほど、うん、美女だった場合はほぼ 100% 受けます、はいはいはい、かもしくはで基本的に男の依頼受けません。あら、あの男の依頼はお断りと言うんですけど、心が震えた時は受けるという、ね、受けるね、はい、なるほど、その依頼内容に対して心が震えた時は、ほとんどなかったけどね、はい、あ、ほとんどなかったですか。ほとんど数話しかなかったね、はい、男の人が単体でっていうのはなかったです、うん、その男の方のお姉さんや妹が美人だからということで依頼を受けることはもう結構ありましたけども、なるほど。1個だけあったね、あの子供のためにというのは、はい、小さい女の子のために男の人が依頼をしたんだけども、 その小さい男の小さい女の子のために父親に会わすということで依頼を受けたっていう話はありましたね、うん、ちょこれも泣ける話でございましてね、うん、ね、はい、またその話はまあいずれか、いずれやっていきたいと思いますけどね。その時にトドが出たんだよな。そうなんですよ、うん、あのですね、海坊主というキャラクターがいるんですよ。、はい、まあ、通称あの裏の世界ではシティハンター、シティハンターという名前がある通り、あのその海坊主っていうのもあの裏の世界ではファルコンと言われてまして、うん、はい、ですね、容姿的にはですね、フリムーンラジオのモーミーさんみたいな、あれをシャープにした感じね。あれをシャープにし、あれシャープですか？あの方の、うん、シャープ、あのもうマッチョにした感じで、米軍の方いるじゃないですか。いますね、はい、米軍の方の顔をモーミーさんにしたような感じ、うん、はい、でサングラスかけたような感じ。ああ、威圧感すごいですね、はい、バリバリだね。あんな感じですね。バリバリ、そうそうそう、はい、その人もスイーパーなんですか？この人はですね、海坊主に関しては、はい、まあ、同業者なんですよ、ね、スイーパーの仕事をやってるんですけども、サイバーリョウとは敵対関係で、もともとは傭兵、いろんな戦場の各地で戦ってた、サイバーリョウももともとは傭兵なんですよ、ね、傭兵で仲間だったでしょ、もともとは傭兵で、同じ部隊で、うん、やってたっていう、そうそうそう、またでですね、このファルコンのですね、名前がやたらとかっこいい、うん、本名伊集院隼人って言うんですよ。ホストですか、ね、名前はいいんだよな。隼人の隼っていう字が、はい、はやぶさっていう字を書くんですよ、うん、感じで、はやぶさって英語に直すと、うん、ファルコン、ファルコンだからファルコンなんですよ。なるほど、はい、いやいいですよ、シティハンター一回見てください。あ、じゃあもう、うん、借りていきますわ、はい、でそしてサイバーリョウなんですけども、うん、サイバーリョウの特徴、うん、もうこれは全ての男が憧れておりました、うん、ね、はい、基本的に無職でございます、うん、はい、依頼がなければ無職です、はい、強いて言うならばアパートの管理人、あ、うん、またこのアパートがすごい。どうすごいんですか？地下には射撃場があり、おお、ね、武器はいろいろ隠されている、うん、でそして相棒の牧村香織のトラップはすごいと。そうそうそう、はい、待って、誰が住んでるんですか？サイバーリョウ、はいはい、牧村香織、はい、あと漫画ではちらほらおこまが出てきましたね、うん、キャバクラのお姉ちゃんとかね、まあ、一応住んでるね、まあ、住んでるみたいな感じ、アパートなんでね、うん、普通の人も住んではいるんですけども、はい、で
サイバリョウの性格的特徴、基本的には、サイバリョウのもう一つのあだ名、新宿の、うん、種馬狼種馬、新宿の種馬と言われてました、ね、新宿の種馬、はい、うん、まあザッキーみたいな感じで、そうですよね、そうそう、はい、どういうことですか、ね、え、あれこっち沖縄の種馬じゃないの、いやあんまり種つけてないです、ね、ああ、なるほどなるほどね。で基本的にはですね、美女にね、先ほどね、そうそうそう、ツイキャスでもね、うん、あっちゃとほみさんが言われておりましたけども、ね、もっこりが市民権を得たという、得たっていうより、はい、もうセンサーになってるからね、そうなんですよね、もう美女見つけると勝手にピーンって、ね、もっこりするんですか、もう元気でございますよ、はい、そしてなんとキャプテンから来ておりますね、こんばんは、海坊主ことファルコンです、はい、はい、こんばんはです、こんばんはです、ね、でサイバーの愛用はコルトパイソン6インチ、うん、いいですね、いいね、かっこいい名前ですね、はい、コルトパイソンって知ってます？いや、わかんないです、どういう銃です、あ、いや、いや、それはわかります、はい、それはわかります、どういうあれですか、拳銃みたいな感じの、そうですね、リボルバーだと思ってもらった、あ、リボルバー、はい、コルトパイソンですね、いや、いい銃ですよ、ね、しかもあとね、あ、そうだ、サイバーリョウのもう一個の性格としては、はい、銃の名手、おお、銃の名手、うん、名手というかね、漫画とかアニメのシーンで、香りが、はい、香りが見てる中でサイバーリョウが的に撃ってるんですけど、はい、射撃場で、うん、6発撃ったのに穴1個しか開いてないんですよ、ん、え、下手くそじゃないですか、いやいや、じゃないんですよ、全部同じワンホールショットって言って全て同じ穴に打ち込むんですよ寸分狂わずに、やばいですね、そう、うん、全て同じ穴に打ち込んでるから穴が1個しか開かないんですよ、だから最初に確かに香りは下手くそって言ってたんですけど、ああ、俺と同じ感じで、うん、そう失礼いたしました、でワンホールショットができたりとか、すごいですね、まあ、であと持ってる武器どっからどっから出してくるのかなというぐらいの、ぐらいコートの中に隠し持ってんだよな、うん、おすごいですよ、あと、はい、銃の名刺で極めつけが1個あったね、何がありました、あのコウモリだったかな、コウモリ、コウモリ、あの殺し屋がいたでしょ、はい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 、あっちはライフルで狙ってるのに気づいて、はいはい、拳銃一発で頬かすめたりとかね、ああ、ありましたね、標準なしにね、たった一発でコーンって軽く打ってね、うん、そうですよね、すごかったあれは、そう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 、ね、あれできないね、世界の男が憧れる男、うん、ですよやっぱり、うん、はい、その海坊主さんとこの対決した時あるんですか、やっぱり、はい、ありますよ、あるあるある、あ、何回かある、2回ぐらいかな、でその後はなんかね、はい、仲良くなって、ね、仲良くなってね、あ、仲良くなったんですか、はい、仲直り、っていうよりも、まあ、このファルコン自体が目が見えなくなってきて、後々喫茶店の店主やるんですよ、自分で喫茶店開いて、まあこの喫茶店もすごいよ喫茶店がすごい、ね、喫茶店すごいよ、どういう、まあ、喫茶店はもちろん外窓あるさ、うん、ありますあります、店の外が見える窓あるんです、ね、言いたいぐらいだね、うん、あの窓さ、うん、はい、あのさ、はい、どうぞ、打ち合わせしてるわけよ、依頼人とサイバーリョウが打ち合わせしてるときに、うん、依頼人が狙われるわけよ銃で、うん、あ、はい、で窓に座ってたら結果この餌食さですね、うん、危ない、大丈夫なのよ、防弾すべて、そうそうそう、喫茶店の窓なのに全部防弾ガラスカウンターの下からバズーカ出てくるし ねマジっすか、もうある意味要塞だよ、要塞だよ、一つ言っていいですか、うん、新宿ですよね、新宿、新宿ですね、新宿ですよね、新宿ですね、すごいことね、そうそうそう、でやっぱりね、銃をそのままね、ふらふら持ち歩いてたら警察にも捕まるから、そうですね、新宿中のありとあらゆるところに武器を隠してるっていうね、 ある時は歩道のタイルの下をめくったら銃が出てくるとかね、うん、高層ビルの屋上の点検口みたいなところを、はい、からでライフル出てくるとかね、そう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 、バズーカとかまあめっちゃ出てくる、もうすごいですね、うん、いやで、そしてなんといってもサイバーリョウの乗ってる車、サイバーリョウ実はですね、車にすごいこだわりがあるんですよ ね、うん、
どんだけボロボロになって廃車みたいになっても直すっていうね、ある車を。ミニ。ミニ。あ、わかりました。ミニクーパー。ミニクーパー、うん、はい。あれをね、こよなく愛してるみたいでね。そうそうそう。ミニクーパーをずっと使ってるというね。ね。ただね、あの装備はボンドカー並みですけどね。ね。ミニクーパーでボンドカー並みの装備ですからね、007の。海の上とか飛ぶんですか。海はね、大体突っ込みますよね、あれ。突っ込むね。大体海突っ込む。で、一応防弾ではある。で、防弾ガラス。お、防弾仕様に。タイヤもね。うん、タイヤも。タイヤも。ただね、海坊主が乗った瞬間にパンクしたことあるらしいけどね。重さで。重量オーバーだね。重量オーバー。で、そして、今日はですね、名言集、行く？名言集はね、うん、自分多分声出ないと思う。あの、独特な声は。じゃあな、牧村かおりの名言で行く？いや。普通のないかな。普通の。じゃあ海坊主でいく。普通の声でいいんだったら。ああ、なるほどなるほど。ああ、まあもうちょっと話を続けていきましょうかね。シティハンターといえば、他には何か思いつくこと何かあります？思いつくのといえばやっぱりあのキャラだよな。サイバリオの独特のな。なるほどなるほど。3分しか持たないというウルトラマン並みのシリアス顔。シリアス顔が3分しか持たないというね。そう。あのシリアスな顔で話し続けると、はい、大体 いられるのが3分。3分するとふにゃってなる。かわいい。そうそう、うん。3分しか持たない。まあ、例外は何回かあるんだけど。はい、で、そして、実はですね、サイバリオシティハンターの時に牧村香織がパートナーと言いましたけども、はい、実は牧村香織の前にパートナーがいるんですよ。いたね。牧村秀幸という男の人がいたんですよ。ああ、なんかお兄さんかなんか。そうです、そうです。お兄さんですか。そうです、牧村香織のお兄さんで、はい、元警察官。あ、警察官、うん、で、そして、まあ、警察を辞めてサイバリオとシティハンターとなって、はい、うん、ただ物語の最初のアニメでは最初の方で殺されてしまうんですよ。最初だったんだ。アニメは最初なんですよ。あ、漫画はちょっと、漫画はボクシングのボクサーのシーンとか、あ、ボクサーのシーンもあったのかな。漫画も大体2巻か3巻ぐらいじゃないかな。だったですね。はい、ユニオン・デ・オペが日本進出、うん、巨大麻薬シンジゲートが日本に進出するときに、はい、その人、牧村秀幸にこの人を殺してくれって、そのユニオンのメンバーが言ったんですよね、幹部が。まあ、邪魔だってね、はい、一番だから。で、その時に言ったセリフが、うん、悪魔に魂を売る気はない、悪魔はドブゼンズミにも劣るっていうセリフを言って、うん、帰っていく時に、そのエンジェルダストというちょっと特殊、まあ、筋肉増強剤みたいな麻薬があるんですけど、はい、それを撃たれた人に、撃たれたチンピラに殺されるというね、だったね。で、そして、その時、牧村、死に際の牧村にサイバリオが言ったのが、はい、またかっこよかったんですよね、セリフが。最初は、ね、自国は今一人で寂しくて辛いだろうが、すぐに賑やかにしてやるからなっていう。そうそうそう、量がね、はい、言ってユニオンのそのメンバー、最初日本に入ってきたメンバーを壊滅させたっていう。で、その時に牧村かおり にもうユニオンに狙われるから、ユニオンデオペに狙われるから逃げなさいって言ったんだけど、うん、はい、相棒が必要でしょってことで牧村かおりがパートナーになったっていう。で、そしてもう一人、まあ、パートナーではないんですけど、うん、あの人がいましたよね。いたね、サエコさん。いたね。この人を忘れちゃいけないっていう、サエコさん、ね、今はもう、そうそうそう、話は飛びすぎてセカンドではすごい上役になってるけどね。いや、新宿 署長になってますけどね、はい、まだ独身だけどね。そうなんですよね。警視庁のめげつねと呼ばれる妖艶な美人刑事、うん、はい、で、この時の野上警視総監の長女でもあるっていう、警視総監の長女でもあるっていう。で、そして、色か
要はもう色気で釣って亮に危険な仕事をさせて押し付けてたっていうね。亮はねこれをもっこりの歌詞と言ってね、もっこりの歌詞、そう、あの基本的に美人から受けるときは基本的に最低もっこり一発が基本的な依頼料ですからもっこり一発が ねで何発結構溜まってたんですよね。でも何十発でしょ、何十発溜まってたんですかね、何十発溜まってた数え切れないと思う、多分3桁乗ってたんじゃないのかな話では。そうなんですよね。でそして、牧村と恋人関係にあったのかな、ちょあったんだけど牧村が亡くなって結婚しないかみたいな しないみたいな感じで、うん、あの今でも独身を貫いてるという、そうそうそう。でそして、うん、妹も出てくるよね、うんうんうん、妹も出てきますよね、出てきたね。なるほどなるほど。じゃあですね、まずここで妹とかのこの後のお話で1曲をお届けしてからお送りしたいと思います。曲はですね、シティハンターといえばこの曲、 TM ネットワークでゲットワイルドです。どうぞ。そこまで難しくない。どこに入ったか分からないんだよ。あ、さっきツイキャスのページに入れても、はい、どこだったっけ、サファリこれ、あ、ゼログレーですか、どこ、ここです、あ、これか、ツイキャスって開けばいいんだ。で、終わったらトントンってやればいいと、適当に教えてな。27分に来てる、うん、じゃあ今日は名言集は全部よろしく。そう、俺がやるの。いい歌だよね。いや名言集やるぜ。今日はエンジェルハートもやる。え？エンジェルハートもちょっと話す。ああ、でもいいんじゃない？逆に、うん、あの声はあの声では絶対誰も言えないと思う。じゃあ名言集は。今日は。OK。挿入歌がいいですよって。あ、本当だ。シティハンターのサウンドトラック CD は挿入歌がすごいいいですよ。いいね、買おうかな。自分この音好きだったな。え？この歌がめちゃくちゃ好きだったな。中学の頃ぐらいだもんな。そうですよね。あ、僕生まれてないです。中学か高校ぐらいの時だよ。あ。TM。マシャさんやってくれへんかな。え？マシャさんこれやってくれへんかな。あ、いいね。やってもらいたいね。The pain of my pain, somebody's pain, got no time. If you say no, 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 if you're not ready, that's not the rest. というか、キャプテンさんが知ってるのが同じ世代だもんな。確かに。時は録画するやってから、うん、全削除する、あ、削除する、これは削除でやってる、うん、こっちで全部録画してるので、あ、ツイキャスは、はい、あ、ユーストリームは録画されてるから、ツイキャスは別に削除していいんですよ。あれ、みんな残してない、いや、基本的に消しますよ。あ、ほんと、はい。してもう一回配信そのまま最初、はい、はい、あのライブ開始で OK、 ライブ配信それで OK です。あ、29分30もうやるね、40秒だから。ヒロキックスの時全部残してるような気がする。ヒロキックスがやる時は、あ、つかちゃんの時は削除してる、うん、ユーストリームが残ってる、一旦終了しますっていうのを閉じる、あ、OK、うん、それ閉じてもらっていいですよ、うん、で、このでうん
削除する削除する で左下のライブ開始で OK キャンセルで OK OK はいはい OK あできたなるほどねあ俺の声だCM 入れたの？え？そのまま CM 入れた。うん、入れた。ツイキャスとかいじって遊ぶのもいいかね、こんなに話で、うん、ミキさん、みんな簡単そうに思ってるけど難しいんだよ、特にうちのフリム運動はそうそうそう、ほんと、やらしてやりたい、あっちの騒いでる連中が絶対パニクるはずね上でやればいいんだな樹脂来てないなよっしゃそれではいきますよ、はい、4321時刻は夜7時32分を回りました使ったのはアニソンマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしていますさあ、はい、さあ続きですございますけどもはいサエコさんには妹がいまして二人いますよね二、うん、人いたね二人いますねはいはいはい、はい、でそして野上麗華さんともう一人がゆいかゆいかだった、はい、あの高校生の少女作家うんとあと探偵事務所を営んでる麗華さんとはいはいはいまたみんなサイバリオの取り扱いがうまいんですよねうまいねはいすごいですよねやっぱそういう一家なんだろうね、はい、でそしてもう一人、うん、スイーパーもう一人忘れてませんスイーパーミックエンジェルあいたねアメリカのナンバーワンスイーパーはい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 、はい、寮がアメリカでスイーパー寮のアメリカバージョンでしょそう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 です全く一緒だもんね一緒ですよねもっこりっていうのも基本的に変わりませんし変わらんね、はい、あの3分間も一緒だもんね3分間も一緒ですね、はい、基本的にただまあ髪の色変えたような感じと思えばはいそうなんですよいたねはいど忘れしてたそう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 結構ね面白い、うんアニメなんでね、ぜひ皆さんもね見ていただけたらと思います。そして、はい、シティハンターにはですね、なんかパラレルワールドというか続編というか、うん、ちょっと話の内容が若干違うんですけども、あるね。今もやあの絶賛放送というかアニメ漫画は絶賛続いてる。行、ね、っちゃっていいのかな。どうぞどうぞ。エンジェルハート。そうですそうです。今セカンドシーズン漫画セカンドシーズンに突入してますけどね。で、はい、うん。これね、はい、また見たことないという人のためにですね、はい、よければなんですけど、はい、みんな LINE やってますよね LINE 大体やってると思うんですけど、はい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 、LINE 漫画というのに、はい、がアプリがありまして、はい、あいやぜひ読んでください無料で読む、はい、無料で今ファーストシーズンも 90話ぐらいまで来てるんですけど、はいはい、そのシティハンターのセカンドシーズンエンジェルハートのシーズン1は、はいはい、無料で読むことができます LINE に入っとって LINE 漫画のアプリを取ればなるほどなるほど、はい、あでき僕のまだいつも通り のざっくりな説明を求めているのかなと思いました、ね、いや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 これは、ね、見たときない人のために、まあ、多少でもねあちょっと力になれればねと
なるほどなるほどね、はいはいはい、おーほほほほほ、まあね、あのいつも通り私のざっくりな説明もいきたいなと思います。どうぞ、はいはい。この作者の代表作シティハンターを家族愛をテーマとしてリメイクし、同作のパラレルワールドとして描いております。はい、ざっくりと。いや、思いっきりざっくりすぎだからもうちょっと掘ってくださいなと。はい、わかりました。ですね、台湾から来た殺し屋の少女と新宿のスイーパーとの家族愛の物語でございます。うん、なんですけども、あの新宿に現れた史上最強の暗殺者は美しすぎる人間兵器だったというね。で、彼女、シャン・インはコードネームグラスハートと呼ばれておりまして、完璧を誇る仕事ぶりに組織から高い評価を得ておりました。なんですけども、あの彼女の心を暗殺という任務を重ねるたびにきしみ蝕まれていき、やがて自分でですね、死を選ぶんですけども、組織の力によって、再び呼び戻されたんですよ。ただその時に心臓移植を受けたんですよ、組織の中で。ですね。その組織の中で受けた心臓移植のその心臓が誰のものかと、ね、はい、その時に自己死した西和亮の最愛のパートナー牧村香織の心臓を移植されて、ね、このようにまた戻ってきたんですね。うん、はい。で、香織の心臓を移植したことによりグラスハートと呼ばれた彼女の心に変化が起き、感情が生まれました。そして暗殺から手を引き、組織と対立する意思を持ち、香織の心臓を持つことによって無意識のうちに亮と接触し、スイーパーとしてシティハンターの世界に入っていくという感じの物語ですね。はい、これが詳しく説明した感じになりますね。ですね。これでよろしいでしょうか。大丈夫ですね。あ、よかったです。で、亮がなんとパパと呼ばれるんですよね。ね。で、あの気づいたのがですね、はい、エンジェルハートになってから、はい、シリアス顔が3分以上続いてる、はい、そうなんですよ。普通に戻ってる、戻ってるんですよ。で、もっこりシーンが少なくなったね。まあ確かにちょっと、まあ、親父だからね、はい、親父だからっていうのもあるんですけども、あのもっこりしたらね、あの前まではシティハンターの時はもっこりしたら基本的にあの香りの100トンハンマーが飛んで、100トンハンマー飛んできたんだけど、はい、いや何回かエンジェルハートでも飛んでますよ。そうなんですよ、近いのがね、ハンマー飛んでくるんですよ ね、はい、やっぱり親子だね、はい、やっぱりあの社員の中に生きてる香りが無意識にハンマーを出させるという ね、それもちょっと引き継いでて面白い ね、 いでね、はい。で、サイバリョウはね、ここまで引き継いでほしくなかったと言ってましたけどね。本音。はい。そうなんですよ。ね。すごいですね。で、そしてサイバリョウも結構年を老けているんですけども、うん、まあ若いですよね。若いね。ね、そう、現役でいまだにスイーパーとして。そう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 。はい、そして、あの原作でシティハンターでは出てこなかった携帯電話が出てきたりしてるのも確かこのエンジェルハートからですよね。ですね、はい、やっぱり今風になってきてるって言えば、そうなんですよね、はい、まあ、時代合わせてるんだろうね、はいはい、でそして亮の体にもですね、あの時とはやっぱりいかないんですね、うん、老眼や腰痛といった症状も出てきてます ね、はい、逆にね、もっこりの代わりに3分以上シリアスな行動をすると、はい、腰痛がね、来ますからね、はい、まあ、ある意味いいすり替えかもしれんねなるほどなるほど、はい、はいはい。でここでは結構出て、そのままのメンバーが結構そのまま出てきてるんですよね。海坊主だったり、でサイコさんがなんともう新宿署署長になってたり、すごいよね。すごいですね。でその新宿署がもう新宿自体が汎用最適になってるからね、はあ、監視カメラのすごい数と ね、本当に武器もまた未だに隠されてるからね、未だにやっぱりいろんなところに隠されてますからね、はい、すごいですね。でそしてでさらに新しいメンバーもいろいろ加わっております。はいはいはい、リュウ・シンホン、はいはい、あのファルコンがのところ喫茶店で働いてバイトしてるね、はい、男の子、まあ、シャン・インに惚れてる男の子なんですけども、はいはいはい、この男の子はもともとは組織の人間だったんですけども、確かチンロン、はい、なんか
の舞台にいたんですけども、はい、でそのまま舞台を抜けることになって、うん、で行くあてもなくあのファルコンのお店で住み込みでバイトをしているという形になりますね。はい、でそしてもちろんファルコンもなんですけども、あのこの時にはもうすでに失明してるんですよね、ファルコンは、ね、はい。それなのにちょっと聞いていいですか、はい、なんで車普通に運転できるの。車は運転できるわ、銃の狙いは外さねえわ、ね、あのコーヒーも綺麗にぴったり入れられるわっていう ね、はい、本当に目見えないんですかって聞きたいくらい。そうなんですよ、ね、で小銭や4種の紙幣もちゃんと区別できるというね、すごいよね、はい、やばいですよ、やばいな、はい、極めたらできるんだ、はい、そしてなんとファルコもお父さんになるんですよね。ね、ミキちゃんという女の子、はいはいはい、ストリートチルドレンの女の子を引き取って、うん、はいはいはい、びっくりですよ ね、ファルコンがお父さんになるんですから ね、はい、あのガタイと風貌で、あのガタイと風貌で、でそしてチンさんっているじゃないですか、はい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 、あのギョロメのおじいちゃんねあのおじいちゃん、はいはいはい、すごいですよねあのおじいちゃん、ね、社員のためだったらいくら金使うんだっていうぐらい金使いますしね、もう使うしね、はい、しかもあれで確か、スザクの、あスザクだったっけ、違うの、玄武だな、玄武の指揮官は、はい、とりあえず今半分まあたらなんだけど、はい、他のやつにやらせて監視してると、はい、そうなんですよね、社員を後継人的存在としているっていうね、で料理も自分からしたりもしますけど、というか中華料理はやってるし、ね、そう隣でね中華料理、あの組織を抜けた後は、うん、あの今組織に暇をもらって、そうそうそう、喫茶店の隣にねあの玄部門というお店を ね開店してやってるくせに、うん、従業員はその現部のメンバーを使ってるという、そうそうそう、怖いね、料理もできる、料理もできる、暗殺もできるっていう ね一番怖い一番怖いどうぞ、いやーいろいろできましたね。そして、ね、はい、これはねシティハンター時代から出てきてたキャラクター、ヤン・ファンユイっていう女性の傭兵、はい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 、あの片目に、あの眼帯つけてる、はい、あのクリスマスの日にメールを送らなかったというだけで新宿を火の海にしようとするね。で、要はね、あれ怖かったねあれもセカンドシーズンまで本当に出てくるんかいって、出てきましたもんね、出てきたね、はい、あとちょっとまだわけわからないのがカメレオン、あファーストシーズンから出てるエンジェルハート、ね、はい、相変わらず何なのあの人って聞きたいけど、そうなんですよ、本当にカメレオンだね、カメレオンで誰にでも変装できるっていうね、ただ寮のセンサーだけは確実だったと、寮のセンサーだけは確実だったとね、だけどどっちなんだろう本当は、男女で聞きたい、まあ、まあ寮のセンサーは確実でしょ、まあ確実だろう ねあのセンサーが反応しない時点でもう違うという、そう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 、一回サエコに化けたんだったっけ、サエコに化けて化けてるけど、はい、両方センサー反応しないからすぐ見破ったと、はい、それで意地であのいろんな色か使って落とすんだけど、はい、やっぱり反応しないと、そうなんです、ね、いろんな人に化けてくるけどね、はい、はいはいはい、そうなんですよ。でそして、社員についてなんですけども、はいはい、やっぱり香りと共通点はいろいろあるんですけども、うん、あのコンペイト、はいはいはい、トラップ、うん、スマキ、うん、煩悩退散法などは使わないんですよ ね、はい、なんですけどもやっぱりメガトンハンマーは使うんですよね、 あれは使うよね、はい、そうなんですよ、いやー、ね、ぜひね、エンジェルハートはもともとアニメ化もされてるので、うん、50話、全50話、2005年にアニメ化されてますね。ほう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 。なんで、ぜひ見ていただけたらと思いますし、うん、あと、これに関しては日本でも実写ドラマ化もされてるんですよね。ああ、ドラマ化？はい。これは、どこだ、
バージョン的にはどこだったっけ？エンジェルハート？あ、いや、あ、エンジェルハートも、エンジェルハートが実写ドラマ化、うん、日本で実写ドラマ化されて、シティハンターは韓国で実写ドラマ化されましたから、あれは面白くない、あれは面白くない、そうなんですよ。ほうほう。でそしてなんと、あの彼のハイルドボイルドさを前面に出したい日本テレビの意向に反し、寮、うん、のセリフにもっこりを再現しようとプロデューサーに直談判した 現場でもアドリブでもっこりを挟み込んでは編集で全部カットされ続けた結果、第4話でようやく採用されるほどっていうね。いやー、ね、全部カットされてきたんですって今まで、はい、ひどい。すごいです ね、 ね、うん、さてさて、まあ、エンジェルハートシティハンターは、まあ、これぐらいにしまして、まあ、ぜひね皆さんも見ていただけたらと、ね、はい、漫画アニメ、うん、そして、まあ、エンジェルハートに関してはテレビドラマもありましたんで ね、 ね、皆さんぜひ見ていただけたらと思います。で、はいはい、エコさんはそういえば思い出のアニメとかはありますか？思い出のアニメ自体をねやっぱ、はい、あんま見ないので、でも漫画は好きなんですよ、原作というか。ほうほう。そういうのに関しては。おお、なるほどなるほど。いっぱい持ってるんだけど、アニメ自体を今言ったように田舎育ちだと見る機会があんまないので。はい。はいはい。なるほど。それで、でもやっぱりこのシティハンターとかちょっと出た時は最初はやっぱ見るんだよね。なるほどなるほど。とかあと、ま、今言った NHK でもやってたというハガレンね。はい、あのハガレンの方はやっぱりちょこちょこ、なるほどなるほど、見たりはしてて、はい、小さい時、小さい時で言ったら、多分みんな知らないと思うけど、はい、あの不思議の海のナディアとか、はいはい、なんかな、ニルスの不思議な旅かな、だいぶ古いんだけど、あれは NHK とかで出されてて、はい、そういうのは小さい時だからよく見てて、で中学の頃ぐらいからアニメ三銃士っていうのがあって、おうほうほう、そう、これも全部 NHK、 まだ民放入ってないから宮本には。なるほどなるほど。 そ、 うそしてなんと、なんと、何、お久しぶりでございます。メール来ております。おお、そしたら、ね、メールの方を読みたいと思います。ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからですね。ありがとうございま す、 います、皆様こんばんは。シティハンターですか？毎週ジャンプで読み、アニメを見て、漫画全巻とイラスト集を持っていたくらいですかねっていう、すごい、めっちゃすごいファンじゃん。ね。うわぁ、すご、はい、はいはい。敵の持っているピストルの銃口の中に狙って撃つシーンはかっこよかったです。あれ本当にね。あれね。あれ本当にワンホールショットできるだけの技量がないとできないですから、ね。できないよね。はい、でそして、近距離最強のキャラクターは、やっぱりカオルですね。ね。もうあれ殴られたらもうたまらんね、はい、普通に100のハンマーで殴りますのでっていうね。あれ殴られたら死にますよ。でアニメ版の映画化スペシャル版だったはずですが、夏休みに見たので、うん、名言が、死にそうな女性が、死にそうな女性がこんな私ではもっこりしてくれるかしらに、亮がああと言ったと同時に息を引き取った女性を床に寝かせ、襲ってくる敵のヘリコプターを落とすシーンですかねって、はい、で追伸、アニメ版映画版映画の表現を使った理由は、実写版のジャッキー・チェーンが主人公の作品が銃撃戦ではなく格闘技が多いということですね。はい、韓国で、はい、なるほどね。そうなんですよ。でそして、はい、なんとキャプテンからも、僕は実はアニメ好きなんですよと。キャプテンもアニメ好きだったんですね。へ、はい、そうなんですね。そして、お、あ、そうですね、ナディアの時はもう大人だったんですけど、ね、そうなんですよ。ナディアの時はニルスの時は、あ、年一緒だもん、そういえば近いもん。ああ、そうですよね。そうそうそう、ニルスは小学で、はい、中学の時にアニメ三重視とかね、はい、で、そう、ナディアはもうほとんど高校卒業か大人ぐらい、あ、時だったかな。おお、自分は高校だったような気がするな、まだな。だから多分ずれてたんだと思うね。なるほどなるほど。放送するところ結構ずれってありますからね、アニメって。あるあるある。はい、でね、キャプテンもぜひ、もし出ていただけるのであれば、アニソンマーティンにも ね出ていただけたらと思います、ね、ちょっとね、はい、一回お好きな、聞いてますね。いいっすね。はい、マスオさん、はい、
原作海底2万マイル。おーおーほうほうほう、マスオさんお久しぶりでございます ね、はい、さすがですね。すごいですね。アニメ2だね。アニメ2ですね。もうみんなね、うで、そして、はい、実はですねエンジェルハートのですね、はい、これはですね現アニメテレビドラマバージョンの方はですね、はい、なんと沖縄のお笑い芸人のゴリさんも出てたり、はあの常連客ラフレシアのキャストとして、へー、はい、知らなかった。そしてホーリーという山寺宏一さんも出てますね、ドラマの方に。お、声優としてではなく、ドラマで、はい、はい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 。でそして牧村香織役が相武咲さん。おはい、はいはいはい、そうなんですよね、はいはいはい、もういろいろ出てきてますね。なるほどね。さあさあさあ、もうお時間もね残り5分を切ってまいりました。はい、来週のアニメは何にしましょうか。何がいいですか、ね、と言いたいんですけど、実は来週はちょっとねアニソンマーティンということでのマーティンの部分に関してちょっと放送したいなということで、アニメではないんですよ来週は。マーティンといえば、はい、あのマーティンだね。マーティンといえばあれなんですよね。はい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 、この前見たからね。もうそうなんですよ、もう皆さんね知ってる方はね知ってると思いますよ。はい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 、さあ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 ね、はい、来たホミーさん当たり、はい、ねはい、バックのも流れておりますけどね、アストンです、そうです、アストンマーティンを使う映画があるんですよ、私が大好きな、ね、はいはいはい、はい、次週はですねアストンマーティンが出てくる映画といえばもうね、もう今バックミュージックでも流れておりますけども ね、この映画しかございません。はい、いっちゃえ007、はいですね、はい、いいね、ちょっとね、というか自分見たつきないんです。ダブルセブン見たことないんですか。ないのよね。あら、まあ、これ逆にもう自分にちゃんとどんだけ面白いんだよって、はい、なるほどなるほど。でですね、やってもらおうかいんですよ。実はですね、うん、ある方をゲストにもお呼びしてるんですよ。ダブルセブンを語らしたら日本一、多分5時間いけんじゃない、まあ、やかましいぐらいの日本一、ね、やかましかったねこの前もね、はい、ねうちのスタッフ与那嶺弘樹くんが、ね、007といえば与那嶺という、はい、ね、ぜひねお呼びしてお届けしたいと思いますのでね。いやすごいんじゃない、あの2時間特番できるよ、あの来週やるでしょ、はい、来週やるでしょ、はい、また再来週の火曜日にまたある番組でボンドカーやるのよ、はい、あ、そうなんですか。ということはヒロキックス最高だね。最高ですね。もう2時間語り尽くしてももう来週火曜日夜来ようやつだ。来週じゃん、再来週。あ、再来週、うん、でですねアニソンマーティ、うん、来週は放送するんですけども、再来週はですね羽衣祭りの特番ということがありますので、なるほど、あのアニソンマーティは再来週はお休み、再来週ですよ、再来週はお休みいたしますけども、はい、羽衣祭りの特番の方でもねぜひ皆さんお楽しみください。はいはいはい、それではですね今日のアニソンマーティいかがだったでしょうか。かうん、ねえ、ねえ、いやーねえ、今日のね今日もちょっと濃いめのシティハンターやりましたので、ね、来週は007スペシャル、アニソンではないですけども007の名曲をかけながら ね、あ、いいですね、アストンマーティンの良さとか、ね、アストンマーティンにこだわるんだよあのね、もう DB10 とか最高、もう DB10 とかね、うん、V12 バンキッシュ、ほうほうほう、もうやばいよ。なるほど。そう、もうというかあれ別のやつも使われた回あったんじゃない、最初だけあれは。アストンマーティン、いやアストンマーティンは最近でしょ。最近なんですけど、ああ BMW の Z3 とか、あとトヨタ 2000GT が使われた回もありますし、はい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 、ボンドカーはもう幅広くいろんな車両が使われております。最初の方はいろいろ変えてたんでしょ、はい、いろいろ変わってたんでしょ、はい、最初の回だけど、アストンマーティンが最近ずーっと主流になってきてる。そうですそうですそうです、そうそう、 DB5 DB10、うん、ほうほうで V12 バンキッシュ、うん、で次のボンドカーは多分 DB11 じゃないかなと僕は踏んでますね。
あの市販化された DB10 は市販化されてないのでね。ああだって何台限定だったっけ。10台10台世界10台で、2台はアストンマーティンの本社、うん、8台は映画供給映画会社に渡されているという。ああでその8台うちが1台がオークションに出回って、うん、3億9000万円で落札されたと、ね、はい。バカだろうと思ったけどねえ、びっくりしましたよあの金額ね、はい、買う人は買うんだなと思います。いやいやいや、さあ、つかちゃんアニソンマーティン、今日はここまでとなります。今日お届けしましたのはつかちゃんこと私、キサラギ司と、はい、エコザエルでした。はい、それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう、はい、それではさようなら。